それでは記事を熊田特派員に紹介していただきます。熊田特派員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、2023年4月19日、衆議院経済産業委員会、西村康稔経済産業省。ドイツは原子力を停止したが、日本は原子力を活用します。なぜなら大臣の丁寧な説明が話題をお伝えします。それでは国会の様子をご紹介いたします。で、その前川委員がですね、尊敬する前川委員がですね、そのドイツの例を出されました。で、これはですね、まさに原発も日本も脱原発したらどうかという方々が必ず、いやドイツは脱原発できたじゃないかというと、これはもう残り時間全部使っていただいても結構ですから、これそうじゃないんだということをですね、模範解答をちょっと大臣からお願いします。西村康稔国務大臣。まさにエネルギー政策はですね、世界共通のというか、同じ政策をみんなが取ってるわけではなくて、それぞれの国の経済事情、エネルギー事情、そして、そうした資源の産出かどうかなどの状況、こうしたことによってですね、それぞれの国が、まさに安定供給を目指して取り組んでいるわけであります。そして今回 G7 でも合意がなされたのが、S プラス 3E という日本が主張してきた、安全性、そしてエネルギー効率、経済効率性ですね、安定供給、そして環境への適合性、まさにこれをもとに、それぞれ多様な道筋を歩みながらも、共通のゴールでカーボンニュートラルを目指していこうということで合意がなされたところであります。先ほど申し上げました通り、原子力を使わないと言っている国は G7 の中でドイツとイタリア、そして日本を含めてアメリカ、フランス、イギリス、カナダは原子力を活用しているということであります。これは、まさに安定供給、そして安価な、できるだけ安価なものを提供していくという中で、繰り返しになりますけれども、原子力発電所が動いております関西電力と九州電力は値上げの申請を今回しておりません。対外的に、燃料費を高く払う必要はないということだと思います。そうした判断だと思いますが、私どもとしても原発の再稼働、これは適合性審査にしっかり合格をし、そして地元の理解を得られたものは、再稼働していくという方針でございますし、そして今回、原子力についてもその5カ国を中心に次世代革新炉の開発建設、そしてサプライチェーンの維持、あるいは人材、こういったことも人材育成なども合意したところであります。でドイツについて言えば、先ほども申し上げましたけれども、まず平地が7割森林が3割ということで、太陽光に適した敵地も多いということであります。これは日本は全く反対で、森林が7割であります。そしていざ曇天が続いたりして、太陽光が発電できない時であっても、連携線がヨーロッパ結ばれておりますので、原子力7割発電しております。フランスからこのエネルギーを変えると、電力を変えるという、そういった点もあります。それからさらに言えば、現在の価格、電気料金に比べてみましても、ドイツの方がかなり高いものというふうに認識をしております。まあ、こうした点すべて総合してですね、日本としては安定的に、そしてできるだけ安価に供給していくという観点から、原子力を活用していく、もちろん再生可能エネルギーもですね、最大限導入ということで、この法律の中にも地域との共生を図りながら太陽光も進めていく、あるいは洋上風力もこれからさらに進めていくという、こういった方針で臨んでいるところであります。足立康君。ありがとうございます。まさに私も全く同じ考えです。だから、ドイツがどうとかね、全く違うものを比べて、何か印象操作が広がるのと国民を惑わすわけでありまして、今大臣がご答弁されたような、きっちりと必要な要素をですね、包括的に整理すれば、これはもう今の政策判断になるということは我々もよく理解をしているところであります。で、今いろいろなんかもうぐち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 横でね、この規則発言がこう飛ぶわけですけども、今日国民民主党の玉木雄一郎代表がね、素晴らしいことを朝のラジオでおっしゃってました。立民は政権取れないと、どうおっしゃってたかというと、こんなことを続けてたら、こんなことですよ、こんなことを続けていたら野党第一党は日本維新の会になると思うね。で、もうね、その自分たちはもう立憲と一緒になんか連携するなんていうことは、難しそうだと。維新の方が憲法も一緒にやってるんだから、政策的には近い。これもまさにその通りで、今日本政治はですね、3グループに分かれつつあります。自公から、維新、国民有志、今憲法一緒にやってます。そして立憲共産で、今その立憲共産チームが、野党第一党なわけ、立憲が野党第一党なわけでありますが、私たちは今玉木さんがラジオで電波に乗せておっしゃったように、ね、私たちが野党第一党を取りたいと、これは決闘時からそう思ってます。で、何のために野党第一党を取るか、それは決勝戦で自民党と戦うためです。だから、もう本当に、でこの原発もね、木田先生、さっきも堤かなめさん、後ろで寝てるとかね、だってそれ質問がつまんないから寝るわけでしょ。俺じゃない。だから、緊張感がないとかね、緊張感がないのは野党第一党だ。
戦後、ね、自民党が結党されて、自民党が結党されてから68年経ちました。その間、国会に緊張感がないとすれば、責任があるのは野党第一党ですよ。だから、今回のね、GX 電源法案についても、立憲民主党は結局何も言ってないじゃないですか。結局、今日も何人も長時間質問してるけど、一体何が言いたいんだ。結局、修正案も出さない。反対するだけ。その中で、私たちは今、修正案をお出しをして、政府与党と、まさに福島第一原発事故の教訓を踏まえた原子力政策のあり方について今修正協議をさせていただいているということを申し上げておきたいと思います。でその時にこの法案はまさに2012年の民主党政権の負の遺産だって最初のセッティングが悪いから今直してるわけでしょ。だから私は2012年の民主党政権の時に作った法律が、まあ、当時は事故も賛成しはったんだけどこれを今修正しているということで当時の負の遺産ってまだいくつかあると思うんです。状況が違うドイツの真似を日本がしたら電気代白上がりになって国内産業や日常生活にも影響が出ますよ。安定した電力供給は日本経済の肝です。引き続き真っ当なエネルギー政策を推し進めていただきますようお願い申し上げます。ネットの賛否の声を少しご紹介します。西村大臣の理にかなった国益にかなう答弁に安心しました。根が湧くば大臣にもう一つご理解いただきたいのは今や再エネが外国資本日本に敵対的なの草刈り場となっている現状です。しかもソーラー発電に不敵の山林や軍事施設近くに建設、米国で制裁対象のあの地区人強制労働パネルも使われています。原子力を活用しますこういうことをしっかり言ってくれるのはとてもいい。単に原発廃止するだけならできるだろうけど国力や経済活動も全然異なるのにそれで庶民の生活にどれだけの負担がかかるかという日本の事情は全く考えずにドイツがどうのフィンランドがどうのと言ってる連中に対して歯だったらそっちの国へ移住しろって言いたくなる。そう現実を見なきゃ仕方ない。西村大臣は比較的しっかりしてるからいいな。地理的に日本はことを、政治的立場で見ても日本はことを、外国はやってるから日本も真似するべきだという人がいるが条件が違うから簡単ではない。目的は同じでも独自に方法を模索しなければならない場合が日本は多い。あくまで一例程度に受け取るぐらいがいいと思う。お、しっかりポイントを押さえてるね。先日ドイツが電気を輸出してるってグラフを出してきた人がいたけど肝心なところが説明されてなかった。これが補足になってるので日本に真似できるかどうかよく考えてみようなどの声がありました。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。